皆さんこんにちは、タオです。今回は皆さんに私の大切な時間について話したいと思います。一期一会という言葉をよく聞いています。その通り、全ての出会いには意味があると信じています。実際にそのような出会いがありました。それは今年ある交流会に参加したきっかけに、りょうちゃんと出会った時間は私にとって大切なものです。今年のある夏の日、日本とベトナムの交流会に参加する機会がありました。コロナのせいでこの交流会はオンラインで開催されました。コロナのせいといっても、そのおかげでりおちゃんと出会えました。りおちゃんは通学校1年生で、亀を飼っているとっても可愛い女の子です。初対面のはずでしたが、なぜかとっても親しみ感がありました。私とりおちゃんは共通点が多く、同じ髪スタイルで同じくメガネをしてて、趣味まで同じとは思いませんでした。りおちゃんはベトナムのことが大好きです。どんなに発音が難しくても練習するのに頑張っているりおちゃんの姿が本当にすごいです。カモンカモンラモンバンずっと逆に私も自分の名前は漢字でどう書くのかや、どうやってきれいに書くのかなどのすべてがりょうちゃんに教えてもらいました。この交流会の最後の日は、画面を通じてりょうちゃんと料理を作っていました。今回はりょうちゃんのお母さんとゆなちゃんというりょうちゃんの友達も一緒に参加してくれました。私たちは一緒に日本のおにぎりやベトナムのバンチャンシュンというおやつを作ってみました。どれも美味しく、二人とも本当に楽しい時間が過ごせました。その後、一緒に折り紙をしたり、たくさんギャグを歌ったりしました。いつかどこかで会えたら。めっちゃ綺麗だった。りおちゃんはアッコリオンを弾くのがとっても上手です。楽しいエピソードがここまでで、どんな嬉しい出会いでも必ず別れがやってくると思います。りおちゃんと出会えて、私にとって奇跡のようなものです。この交流会は長時間ではなくても、私にとって特別な時間だったので大切にしたいと思います。これからもりおちゃんとずっと友達でいたいです。